こんにちは、えー、大木町議員の馬場タカシです、えー、今日はフィリピンに対する勘違い えのトップ5をやってみようと思います今までですねいろんなあの、まあ、動画を立ちあの上げた時なんかにですね、えー、フィリピンのことに関する質問なんかをもらったんですけども昨日の動画ももらってます、えー、で、まあ、よくあの聞かれる質問の中で、えーまあ、やっぱり、えー、勘違いしてらっしゃる方が結構いるなと思いましたので今まあ、ママでいろんな受けた質問、まあ、個人的にも、まあ、SNS 上で,でもですねものを多い方が多い ものからですね、えー、まあ順番つけて少ないトップ5、5、4、3、2、1ていう感じでですね紹介をしていこうと思います。えー、まあこんな感じでですね、えー、こコメントを、まあ質問なんかもらえるとおですね次の動画を作る時のアイディアなんかになったりしますので、えー、ぜひ、ぜんも、ぜひぜひあのー、遠慮なく問い合わせていただければと思います。まあ下のですねコメント欄のところに書いてもらってもいいですし、まあどっか SNS とか探してですね、まあババタカシっていう名前で検索 例えば出てくると思いますので、えー、そちらの方で、えー、連絡取ってもらっても結構ですはいそれでは a、えー、まあナンバー5からやっていこうと思います、えー、そうですねフィリピンの人結構美男美女多い多いんじゃないってよく言われます確かにですね、えーまあ 普通の、例えばその、まあ、飛行機乗って、シチュアデスさんがいて、えーほあの、ホテルついて、ホテルの、 おホテルのスタッフの方とか,とか見たりとかですねレストランなんか行ってるとですねまああの綺麗な人が多いなというふうに確かに思いますただまあ見て,もらわ見てもらうと分かると思うんですけど結構あのー、まあなんかフィリピンの人ってもともと肌が何ですか茶色い感じのイメージだとイメージというかもともとそうなんですけどお色が白い人が多いまあもちろんその あのーまあ、注射とかですね、えー、打ったりとか、あのーまあのまいろいろお薬とか飲んでですね、白くしてもしている、努力している人もいますけども、お基本的に、えー、フィリピンの人って、あのー すごく根血の方が多いです。というのも、あの、まあ、歴史を読み解いてもらうと分かると思うんですけども、スペイン領だった時もあるし、日本だったときもありますし、アメリカの土地だった時もあります。なので、その時そきによって支配者が変わり、ですね、えー、それによってまあ,あのそういう人の出入りがあり、ですね地がすごく混じってます。なので えー、まあなぜかよくお話も分かりませんけども根結の人はあの美男美女が多い,い,いですねッバッとザクっと見るとですねなので、まあ、そういった人たちがですねやっぱりそういうその人と接する,接する仕事の場所にはですね やっぱり採用をされているのが多いので、えー、やっぱり南城が多いというふうに感じると思います。ただ、まあ、もともとのフィリピンの方って、あのーまあ、地方のすごくそのあまり観光客が来てないようなところに行くと分かると思うんですけども、あのーまあ、ちょっと茶色っぽくて、ど、え、す、ー、茶色っぽくて、ちっちゃくて、もう鼻もぺちゃっとこう潰れている,るというか、まあ、低い感じの人が多いです。これが元々の フィリピンの,あの地のピュアなです、ね、人たちになります。あのよくそうですね、おじいちゃん、おばあちゃんとか見てると、おそんな感じですね。はい。だから、まあ、ちょっと、あのー、実際は違いますよということですね。えー、ナンバー4、えー、労働スキルが乏しい、まあ、いわゆるそのお、技術者がいないんじゃないかというふうに思ってる。 方が多いみたいですけどもまあそれはちょっと勘違いで例えば日本に住んでるとどうしてもその目の,、ま、目あの目に見えるフィリピンの人たちってやっぱりあのバーで働いてらっしゃる人が比重もうほとんどうそうなので、えー、まあやっぱりその。 まあそういう仕事しかできないんじゃないかっていう偏見がありますけど、全然そうじゃなくて、えー、まあもちろんフィリピンにも大学とか専門学校ありますし、えー、そういったところで資格を取ってですね、えー、取ってる人たち、まあお医者さんであったり、観光風さんであったり、まあ、学校の先生であったりとかですね、まあ、まあ、溶接とかああいう技術者電気の工事とかですね、そういう人たちはほとんど あの、まあ、フィリピンで働いてらっしゃる、事情があって働いてらっしゃる方もいますけども、おまた若い人、まあ、20代、30代、えー、まあ、40代も含めてですね、ほとんど海外で、えー、仕事をしていらっしゃいます。えー、まあ、日本ではなくて、まあ、カナダとか、まあ、アメリカ、まあ、アメリカにもカナ、カナダが多いですね。カナダ、シンガポール、香港、ドバイ、あと、ヨーロッパ。 あのまあ、基本的に英語が通じる国ですね。なんでそのいわゆる専門職であればあるほど言葉が通じないとそれがまあ仕事に差し支えるのでやっぱりが英語が通じて、えー、まあ正直日本よりも お給料がいい国がいっぱいありますからね、えー。そういった国に行く、行ってるために、まあ日本に住んでるとそういう専門職の人に出会わないので、そういうふうに、えーまあ、勘違いをされてる方が多いなというふうに思います。はい。えー、それでは、no.、ナンバースリー。 えー、フィリピンって言うとどうしても危険じゃない危ない、危なく、危ないんじゃないって言われます。まあ私も、私の議員やってる町にですね、えー、フィリピンの市の姉妹提携都市提案があったので提案しましたけど、まあなんかやっぱりこう、危ないと思ってるみたいなんですよね。その、なんですかね、えー、貧困でも危,あの危ない。これ、まあ確かにそういう地区もありますしね、あの、 高層ビール、まあ、本当、ビジネス街みたいなところもありますし、えー、もうすごくもう日本なんかよりも治安街、ダバオみたいなところもあります、まあ、これはもう本当にあの、そこのです、ね、行政の人のトップの管理の仕方だと思うんですけども。うん まあ、あの、今、あの、ドゥトーテさんという方が大統領になって、彼は、ま、ダバオ市の、ずっと市長をやってたんですよね。で、その、ドゥトーテさんが一番力を入れたのが治安の、お安定ということで、かなり厳しく取り締まって、ダバオはすっごく、私もダバオ、そうですね、え半年ぐらい住んでましたけども、すごく治安いいです。 えー、まあ、普通に、えー、日本よりもいいんじゃないかなというぐらい地温いい感じです。なので、ド、えー、トッチンテさんが大統領になって、まだ、あまあ、目が届いていないところもありますけども、まあ、麻薬であったりとか、あまあ、銃の規制であったりとかですね、かなり厳しくやってます。まあ、以前は正直あのー どうしてもやっぱりドラッグとかがあるとその売買に絡んだりとか、それを買うためにどうにかお金をどうにかしないといけないということでですね、犯罪率も増えますけども、それがかなり減ってますので、まあ、以前ほどはそういうふうには危なくないと思う。まあ一番大切なのはですね、その地域、まあ、地域をですね、あの選べばそんなに、まあ、私もずっとフィリピンはですね、えーまあ、ずっと13、 2010年から、まあ、出入りして、えーまあ、マンションに、自分のマンションを住んでたのはかれこれ、そうですね、5年ぐらいありましたので、えー、まあ別に何もありませんでしたし、思ってるほどお住みやすい街だなというふうに思っています。はい、それではナンバーツあ先ほどちょっと出ましたけど、貧しいっていうふうなイメージがある。これ確かにそのテレビとかなんか見てるとですね、えー、ゴミを、 ゴミからあの使えるものを漁って売ってる貧しい人たちとか、橋の下でですね、えー、物乞いをして、えー 生活している子どもたちなんかいるのでまあ本当に貧しい国なんだろうなっていうイメージがついてますけどあの人たち本当もう本当にもう一番底辺の貧しい家庭、まあ、親御さんのところに生まれて結局親御さんたちもどっか行っちゃったりとか亡くなったりとかして、まあ、いわゆる親御をお、まあ、面倒する見る人がいなくて、えーまあ、そういうところに集まってきちゃってるので本当に一番下の底辺。 ななんでなんででですすけど実際、そのフィリピンに住んでみるとわかるんですけどもまあビレッジって言って、まあ、お金持ちの人たちが住んでる地域もありますしで逆に地方の方に行けばですねああのー、まあたんまあ、田んぼとかの所土地の所有者い,いわゆるひとファ一つのファミリーがもう見渡す限り土地を所有しているというのがざらにあります。 まあ日本の場合はですね、えーまあ、戦後、第二次世界大戦後ですね、アメリカ軍によって、まあ、あの農地改革といった土地をこう、 小、えー、作の人にも全部分け,た分けたりとかしたのがあるので、えー、すごく,土地も土地をすごく広大な土地を持ってるというよ人はもういませんけどもフィリピンではそういうのが、あのー、ずっと、まあ、代々です、ね、受け継がれてますので、えー、土地を持って、まあ、商売成功してる人たちもいますけども元々はすごい土地持ちであったりとかあーしてますのでお金持ちのパーセンテージっていうのは日本なんかよりも全然高いです。 まあ日本は多分5%以下だと思うんですよね。すごいお金持ちの人たちって。いわゆるミリオナー、ビリオナーって言われる、億万長者って言われる人たちね。でもフィリピンにおいては、うん、多分、うんまあ、20 10%ぐらい、10%、20%ぐらいはいると思うんですね。で、まあ、あの、中流階級の人たちもやっぱり5割,5割ほどいてですね。えーまあ、普通に まあ、お給料も5万円ぐらいですけども、生活費も少なく、ほとんど少ないので、まあ、普通に生活してます。なので、皆さんが、まあ、テレビとかで思うような、ああ、感じ。例えば、日本だと、まあの、工場とか、あのー、まあ、農業とかで、えー、とか、バーとかで働いてるフィリピンの人いますけども、あの人たち、あのー、まあ、あのー、マニラで貧しい家庭に育った人もいますけども、基本的にはほとんど、あの、地方の、それこそ、もう、あのー、 月のお給料が働いてもお2万円とか1万5,000円ぐらいのとこからあ出稼ぎでマニラに来て、えー、そこで、まああのー、リクルーターさんいわゆる。 人材派遣会社さんとかに登録をしてですね、行き来てたりする場合が多いので、もともとすごく本当にあの貧しい。貧しいというか、地方ではそれで食っていけますからね、別にそういう自分の方人たちはあの、それはそれでいいと思うんですけど、まあ,あの夢がある人たち、まあ、もしくはか家族が多い人たち、えー、仕送りをしないといけない人たちが、まあ、来ていると。 いう状況なのでまあ日本で見る感覚とフィリピンでいる見るフィリピンの人たちの感覚は全く違う場合が多いと思います。はいえー、それではナンバーワンこれ一番聞かれますあのー、お金持ってるじゃないって言われるあのー、例えば結婚するしないの話もしておですねお金のことをまあ 元々バーで働いてる人が、あの、結婚してくださいっていう、結婚してくださいせん、結婚するときに多分よく言われるのが、あの、まあ、毎月、このぐらいぐらい、フィリピンに送ってるので、えー、結婚したらそれを、まあ、ああの、 払ってただそれは仕方たないと思うんですよね、私の感覚でいうとその、その事情を知ってるので、まあ地方から出てきて、えー、まあ正直、マニラとかのです、ね、人材派遣会社に登録をして、えー、そこに、まあ、10万だか20万だかです、ね、手数料払って、日本に働きに来てるわけです。で、えー、最低でもですね、その、まあ,あ、エージェント。 えー、そういう人材派遣会社の方にですね、毎月いくらであったり、まあ、家庭の方に試食しないといけない金額がいくらとかあるとなると、まあ、大体ほとんどそうですけども、結構な金額、多分そうですね、えーまあ、10万はいかないとは思うんですけど、そのぐらいはやっぱり毎月ですね、どうしても払わないといけないというのがあ、まあ、実情だと思います。なので、まあ、そういった人た人ちと結婚する、まあ 場合はですね、えー、もうそこで働くのをやめやめさせるというのであればやっぱりそれはあのーまあ、パートナーの方のですね、えー、負担になるのはもう仕方がないのかなというふうに私は思っている思いますねなんでそのおまあお金ばっかり請求されるじゃないってこう 怖がってる、怖がってる、怖がって、そういうまあ質問が多いので、ですねそれはまあ事情があるんだよというところを、一つ理解していただければということで、今回は終わります。はい。それではですね、以上になります。また、こういったことを聞きたいということがあれば、あのコメントと。 いただければ、あのー、また他の動画で上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はちょっとですね、えー、議会の仕事があるので、えー、ちょっとスーツ着てる感じですけども、またよろしくお願いします。バイバイ。